はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶の恋愛ゲームチャレンジですが、今回もう13回ということでね、あと何回やるんでしょうか。はい、センチメンタルグラフィティ、はい、13回目やっていきます。一応3月20日から1年間というストーリー設定があるので、まあ12月末だけど 1,2,3 の3ヶ月ぐらいあと3回なのかなっていう、あの進行です。で、今のところ年末の予定は今入れてないんで、もう年始なんだけど、ここからちょっと金銭的なところと勉強しながら勉強というか検討しながら、もう一周ぐらいみんなと会うような感じにしつつ、その年末はもういいかな。で、今1月のね6日にアスカとみなとみらいの予定は入ってるんですけど、多分ちょっとここはね、多分正月1月1日がね、なんかありそうな気がするんで、ちょっとそれまではバイトでちょっと金を貯めます31もちょっと働くか。31は多分ないと思うんだよな。ちょっとこの辺はないの。あ、じゃあちょっと間違えた。で、そっか、こう電話するとどうなんだろう。電話しとくか。一応 年始の予定はちょっと入れとくか。もう一周するってことを考えると、ちょっとやっぱあの南の方から、アキラ、今年はもうやらないです。来年ですね。はい、遠藤ですけど。あ、もしもし、酒缶ですけど。あら元気そうね。電話待ってたのよ。本当に嬉しいな。また長崎に行こうかと思ってるんだけど、会えないかな。そうなのいいわよ、デートしてあげても。よかった。アキラはいつだったら空いてるかな。そうね、じゃあ今度の火曜とか言うなよ。火曜はどう。いや、年内はね、もう予定としてはね、もういいんです。ごめん、その日はちょっと都合が悪くてさ、あのさ、その次空いてる日は。水曜はどう。いや、ここからどこに行くか。木曜はどう。いやいや、正月はやめてくれよ。正月は勘弁してよ。金曜はどう。ここからか。1日は行って、ちょっと待って。ちょっとこれは一回飛ばそう。土曜は。じゃあ、これで行こう。3日か。ということで、逆に言うと1月1日は大丈夫で、1月のちょっとね、3日に、これが長崎か。長崎で、これがなんだ、14時。うん、僕もその日がいいな。そう、それじゃあこの日はあなたとデートってわけね。よし、これで多分アキラ最後の予定。はい私も楽しみにしておいてあげる。そうきたか。遅れずにちゃんと来なさいよ。じゃあまたね、バイ。さて、で、博多の方が多分交通経路的には行きやすいから、博多もちょっと決めとこう。
松岡だけど。あ、もしもし、作家ですけど。ああ、私だよ。どう？そっちは元気？うん、元気だよ。今度また福岡に行こうかと思ってるんだけど。え？こっちに来るのか？なんだったら、これどうしようかな。4日とかの方がいいかもしれないな。もしかしたら大阪あたりで一回刻んだ方がいいのかもしれない。本当にいつだったら空いてるかな。それじゃあ今度のさ、火曜日？火曜は？いや、ふざけんなよふざけんなよ。木曜は？あ、1日飛び込んでくんだ。1日は嫌です。土曜は？いや、土曜はごめんなさい。日曜は？よし、じゃあ日曜にしよう。はい。うん、僕もその日がいいな。オッケー、じゃあ決まりだね。あのさ、気をつけてきなよ。待ってるからさ。うん、大丈夫だよ。それじゃあ4日12時に大号っていうのかな、大号わかんないけど。あれ、この公園もでもなんか書いた記憶はないなああ、それじゃあバイ。忘れないようにしなくちゃ。あとは電話で広島とかは入れるのきついのかな。4日5日6日、ちょっと広島に2日っていうのも厳しい気がするんだよな。どうなのかな。まあ、いや、ちょっとやってみるか。2日より5日がいいな、どっちかっていうと。はい、七瀬です。あ、もしもし、作家ですけど。ああ、君か。どう、元気にしてる？そうだね。ユウは元気？やっぱりあちこちで歩いてるのそんなにいつもフラフラしてるわけじゃないよ。でもそろそろどこかに行きたいな。ユウらしいな。それでね、また広島に行こうかと思ってるんだけど。本当に？いつ来るの？よかったら会おうか。うん、どうせならユウがいる時にと思ってたから。何日なら大丈夫かな。そうだね。それじゃあ今度の水曜なんてどう？いやいや31日はちょっとやだな。やっぱり金曜なんて。金曜日1日に横浜行って、その足で何時？13時。これどうやっていくんだろう。まあいいや、ちょっとやってみるか。あ、ちょっとやっぱちょっと通し、ちょっと一回飛ばしたいな。火曜なんて、水曜なんて、これ時間によるな。午後がいいんだけど。よし、これにしよう。これ微妙だな。でもあ、ちょっと大変だな。帰ってこれ戻って行ってからまた行くんだよな。まあいっか。ちょっとしくじったかもしれない。13時から。うん、僕もその日がいいな。じゃあ決まりだね。よかった。また君に会えるんだ。楽しみにしてるから。僕も楽しみにしてるよ。7日13時に。あ、これはこれなんだろう、肘山っていうのかな。
これはなんか以前あったような気がするな。うん、それじゃ。あとちょっとここからどういう予定の入れ方ができるんだろう。ちょっと待って、これ、でももし2日に飛び込ませようとしたら絶対にここはマナミじゃないんだよ。マナミでもちょっとじゃあマナミやってみるか。一応香川っていうのはちょっと中途半端なんだよな。まあいいや。いや、どうせならちょっと冬休み中に行けると一番ベストだから、こっちの方は。あとのやつはもうなんか冬休み明けでいいから。はい、杉原です。あ、もしもし、先刊ですけど、8日からもしかしたら冬休み終わってるかもしれない。よかった、また電話してくれたんですね。うん、もちろんだよ。それでね、また高松に行こうかと思ってんだけど、よかったら会えないかな。え、会いに来てくれるんですか。嬉しい。それで杉原はいつだったら空いてるかな。今度の火曜日はどうですか。いや違うっつの、そうじゃないんだよ、そうじゃないんだよ。水曜日。いや、そうじゃないんだよ。金曜日。金曜日、あ、ここは入れてもいいんだ。このあと5日に入ってくる見込みが分かんねえからな。4月2日、まあいいか。10時、あ、まあでもよくは、デート終わって深夜行けんのかな、分かんないけど、うん、僕もその日がいいな。本当ですか。よかった。私楽しみにしてますから。うん、僕も2日10時に。たまもかな、これも読み方わかんないけど、いまだ勉強する気なし。あれ、公演ばっかだな今回。約束10時。はい、気をつけて来てくださいね。それじゃ、私待ってます。よし。で、違うで、寝て、ちょっと待って、スケジュール、1日は横浜行くから、あとは5日なんですよ。5日をどうするか。5日をここで1回、とりあえず大阪に電話してみましょう。あ、もしもし、僕だよ、酒勘だけど。あ、やっほ、元気。うん、そっちはどう。元気。ところで、今日はどうしたの。うん、また大阪に行こうかと思ってるんだけど。本当に。それでできれば。そうだね、それなら一緒に遊ぼうよ。いつこっちに来るの。まだ決めてないんだけど、いつだったら会えるかな。いや、1日だろそれ。1日はいい加減にしろよ。そんな気軽に入れんなよ、そんなとこ。土曜は無理です。5日に来い。月曜は。よし、5日入った。13時。うん、僕もその日がいいな。それじゃ決定。楽しみだね。気をつけてきてよ。
ああ、大丈夫だよ。5日13時に道頓堀。よし、これで。バイバイ。ということで、これで大体スケジュールが埋まったんで、今日はバイトです。で、この日もう寝て、大晦日ってどうなんだろうな。でも大晦日と正月両方会うっていうのはないと思うから、ちょっとここは一回ここでもう少しお金を貯めて、ちょっとここからの厳しさをちょっと噛みしめながら。で、休む。ということで、何の感動もなく年が明けました。 何なんだろうな、この何の感動もなく。これこそさ、年末でも年始でもさ、例えば電話をさできないっていうのは辛いよね。 ということで、ちょっと旅立ちます。横浜、ちょっと待って、一番安いのはこっちだよな。よし、はい、今日はバイトはなし。本当はバイトして金稼ぎたい。1円でも稼いで3月まで持たせたいんだけど。まあいや、とりあえずいろいろと合わないかな。合わないな。合わないな。それは最初だけだよね、あのバイトがどうのこうのってあったの。合わないな。合わないな。合わないな。本当に合わないな、これ。やばいな。合わないのかな、正月は合わないのかな。正月こそなんかイベントあっても良さそうなんだけど。マジで？正月合わないのか。っていうか、普通に考えたら正月出かけないと思うんだけど、合わないな。ちょっとこれ無駄したかな、無駄しちゃったかな。でも1月1日にこう、あ、来た、釣れた。いや、あんま正月に合わないぞ。あ、星野。いやー、正月とはいえ、星野に会えるかと思ってぶらついてたんだよ。もちろん僕でよかったら。ああ、これ見たイベントだな。正月。正月なのに何も、このイベントなの？もしかして6日のデートが正月になってんのかな？だってこれ正月には、どっちなんだろうな。僕が星野の彼氏？喜んでいいのかどうかって、これも2回目、3回目かもしれない。なんかすげえ既視感がある。既視感っていうか見てる、絶対これ。そのうち電話するよ。ていうか、今電話しようとしても全部キャンセルされちゃうんだよ、6日のデートがあるから。で、これでどうすんだっけ？他の香川だよな。これ香川って家から行った方が早いのか。これで
か10時か。おう、2日の、ん？6時間か。ちょっと待てよ。横浜からこれで6時間ね。ちょっと待って、これはこれ7時間だけど、だからやっぱこれかな、これが一番いいな。2日の7時に着いて10時だから、よしこれで行きましょう。家帰らずに、まあ、家帰ってもどうせね、あのアスカに電話できないからね。で、2日が、公園、これ、あ、違う、これか、公園2つあったのか。杉原は、こんにちは。あ、いたいた、なんだか元気そうだね。楽しみだったから。僕も楽しみにしてたんだ。本当ですか？嬉しい。最近体の調子はどう？はい、とってもいいんです。あなたにまた会えたあの日から、なんだか日を追うごとに私どんどん元気になっていくみたい。そう、それは良かった。うちに来る小鳥たちにも分かってるみたいです。みんな元気そうだね、楽しそうだねって飛び回りながら喜んでくれてるから。そう、あの子たちはいつも私を励ましてくれた。私も何かあの子たちに恩返しできるといいんだけど。恩返しか、エピソードつまなかったか。すっかり遅くなっちゃったね。家まで送っていくよ。あのごめんなさい、今日はここであなたを見送りたいから。フェーズは変わってる感あるね。それじゃあ体に気をつけてね。はい、あなたも。私の敵だ、敵だ。なんだかめんどくさい、めんどくさい人だっていうのは、また来るから泣かないでね。また電話するから待っててね。いやー、めんどくさい。で、次が、長崎に何で行けばいい？ちょっと待って、3日の体力はまだあるからこれでもいいや。時間的にも14時に着きゃいいから全然余裕なんだよ。あ、てかこっちだと無理なのか。え、電車だとこんなことになるの？あ、そっか、時間帯の話か。え、なんで17時とかなってんの？じゃあ全然バスじゃん、余裕でバスじゃん。3日の14時までに行きゃいいからこれで間に合う、余裕です。で、オランダ坂ですね、今度は。よーし。
あ、遠藤、待っててくれたんだ。まあね、あなたは遠くから来てくれてるんだし、それに嬉しいでしょ、私に待っててもらえて。うん。あ、ねえ、あそこのお店に入っていかない？あそこってお土産屋さん？うん。あ、お土産屋さん入ってないっけ、これ。いいよ、長崎のお土産はいくつか持って。いいじゃない、いくつあっても。だってたくさんあったらそれだけ私のこと思い出すでしょ。あー、なんか重いぞ、ちょっと重いぞ。嫌だって言っても思い出させるんだからね。いや、重いって、アキラ。それじゃあ今日は何を選んであげようかな。ほら、こっちこっち、次は私のショッピングよ。ちょっと待ってよ。もうほら、待ってるから早く。一日なんて短いんだから。やだ、もうこんな時間。もう日が暮れるのが早すぎるんじゃない？まだ一緒にいたかったのに。あ、またこっちもちょっと意見が変わってるな、話が。仕方ないよ、また来るから。ええ、またすぐに来てくれる？うん、できるだけそうするよ。もう来ないかもしれないけど。待ってるからね。じゃあ元気でね。絶対すぐよ、分かって。それじゃあ気をつけて。ボタンを押しても進まない時と進んじゃう時あるな。バイ。何度も振り返ってる。あ、走って行っちゃったか。で、4日が福岡ですね。福岡。これは全然余裕でしょう。余裕で着いちゃうから、ちょっと待って、ここでも距離的にどうなんだろう。金額だよな。帰って、ちょっと待って、12時予定だから、これ宿泊して朝電車で行った方がいいんじゃないかな。宿泊の、で、旅立ち、そうだよね、多分これより違う、4日10、そんなかかるの？長崎福岡ってそんなかかるの？へえ、まあ12時だから間に合うからいいけど。知らんかった。なんかもっと横浜東京間のようなイメージでいたわ。へえ、でも値段、あ、でもすけ、やっぱ値段的にするもんな。うん、なるほど、遠いんだ。そこそこあるんだ。へえ。あ、それでもそうか、長崎福岡って言っても間に佐賀があるのか。まあまあいいや、ちょっと待て。公園、これか。よう。あ、松岡、待たしちゃった？大丈夫、気にすんなって。いや、待たしてないと思う。これくらいは全然平気だからさ。それにあんたは遠くから来てくれてるんですね、松岡。で、これからどうする？そうだ、なんだったらこの辺で遊ぼうか。うん、ほんと広い公園だね。たまにはゆっくり回ってみようか。公園で知恵と二人きりか。何言ってんだよ、私は別にね。なんかエピソード出てこないか、これ。あのさ、どうしたの？試しにさ、ちょこっと腕とか組んで。ドキ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 。
いいのかよ。やっぱりいいね。悪い悪い、気にしないで。そう、チェ進んでないのか進んでんのかよくわかんない。あ、悪い、ライブの打ち合わせに行かなくちゃ。もう帰らないと。なんかもう毎回打ち合わせしてんな。そっか、残念だな。うん、本当に。え、あ、これ前回と変わってないよな。この辺は進んでないけど悪いけど今日はこれで。またね、バイ。さて、これで次が5日が大阪だから、ちょっと移動早めに移動しても、13時か。行けるなら前乗りしたいな。大阪、ちょっと待って、バスで行けたら一番いいんだけど。バスだと5日の13時までだから5000円ぐらい使ってるか。もっと使うな。あー、なるほどね。体力的にも問題ないから、タフになってるからこれで行こう。はい、深夜バースで5日の道頓堀。冬休みはそろそろ終わりだな。来た来た。ごめん、待った？ちょっとだけね。でも多めに見てあげるよ。あなたは遠くから来てくれてるんだしね。森、さーって、お次は難波にでも行ってみますか。そうだね。ん、ここはさすがに覚えてた。まあ、あれだけ練習したんだから当然といえば当然かな。あ、進んだじゃん、エピソードが。練習、お、来た来た。そうだ、ここで僕とカホは大会に向けて2人だけの猛特訓を始めたんだ。僕はそれまで陸上なんてやったことがなかったから、この特訓はかなり厳しいものだった。でもなんとかカホの夢を実現させてあげたいっていう一心で頑張ったんだよな。学校のある日は朝早く、休みの日なんかは朝から晩までカホと一緒にこの石段で練習したんだ。階段を何往復もして足腰を鍛えたり、石段の周りを走ったり、スタートダッシュの練習をしたり、そして結局僕らの出場するレースでは、リレーではカホが第3走者、そして僕がなんとアンカーに抜擢されたんだ。僕は練習最後の日、沈む夕日の中でカホと約束した。絶対一番になろうね。一番最初にゴールテープを切ろうね。切るのはアンカーだけだからって。あれ、でもそういえば大会の結果ってどうなったんだっけ。なんで覚えてねえんだよ。頭悪いんじゃねえかあのさ、何、あのリレーの結果ってどうなったんだっけ。確か僕がアンカーだったよね。覚えてないの。うん、そう。なんで覚えてないんだよ普通覚えてるだろ、そんぐらい。あなたといると時間が経つのが早いな。でも会えない時は時間がすっごく長く感じるんだな。これがカホやだ、私ったら何言ってんだろ。また会いに来てね。それじゃ、気をつけて帰ってよ。うん、ありがとう。さて、で6日、あの手紙を書いたの多分カホじゃないかな他の子にも会ってみないとな。いや、ここは問題なんだよ。東京に帰るとしても、東京に帰るんだったら横浜に深夜バスで行った方がいいじゃん。で、ただ
まあいいや、ここは一回、その後の広島に行かなきゃいけないのが辛いんだよ。広島に行く時の体力が あるのかどうか。まあいいや、ちょっとこれ、ここはでもちょっと節約をして、横浜で、あれ6日横浜13時だから全然間に合うし、ちょっと待って、でもお金の面と体力の面どっち見るかなんだよな。一回戻ってもいいんだよな、これ。新幹線だったら、ちょっと待って、ここだと帰れないけど、新幹線なら帰れる。で、41,830円、これだと体力フル回復できるんだよな。結構バカにならないな、金額的に。だったらちょっとこれで体力使ってでも体力使ってもこれで、東京じゃねえや、横浜、これをバスで行って、うん、ちょっと広島の予定が余計だったな今考え。でもちょっと待って、広島前乗りした方がいいよね、これ多分。13時か。あれどこだっけ、横浜、みなとみらい。星野は、ごめんごめん、間に合った。あ、元気してた？うん、星野も元気そうだね。私元気出ないとあちこち遊びに行けないもんね。すごい理由だな、まあ、ずっと同じなんだよな。なんかなんだよ、正月イベントなかったか。八景島シーパラダイスか、ここも話題になったよね。早く早く、やっぱシーパラだったらあそこに行かなきゃ。だからってそんなに走らなくてもっていうか、シーパラもこのイベント何回も見てるな、はい、なんかルート入ってないのかもしれないな。なんか正月絶対イベントあって良さそうだもんね。あとは多分バレンタインか。綺麗だよね、これ見てるよね、何回も来てるよね、うん、オープン初日何回も来てるよね、僕とも来てるよね。でもやっぱこういう場所は男の子と来た方が、多分3回目ぐらいだと思うよ。僕も星野と一緒で楽しいよ。でしょでしょ、しかもこんな大ラッキーだね。そうだねやばいな。遊んだ遊んだ、楽しかった。ねえねえねえ、また暇だったら付き合ってね。うん、そのうち電話するよ。あー、来なくっちゃ。まだまだ行ってみたいとこがたくさんあるんだ。それじゃあまた今度ね、元気でね、バイバイ。全然これはダメだな、ミスってるな、なんかミスってんのかな。さて、ここで一回東京帰った方がいいのか、広島に直で行った方がいいのか。広島だと7日の13時、あ、間に合ってるちょうど間に合う。ちょっと待って、他の方法もっと高いもんな。よしよし、これで行こう。多分これ広島も行くの最後か、もう一回あるかどうかだからな。頑張ろう頑張ろう。いや、どうにか耐えたね、バイトもしたし。ただこれ帰れないんで、多分8日から新学期だと思うんだよね。公園、この辺も後編なんだよなよし、これでスケジュールが一通り終わったか。これで、あ、こっちだよ、やっとまた会えたね。そうだね、元気だった？うん、君は？もちろん僕も元気だよ。そうみたいだね、君はいつも元気そうだもの。だから
会うのが楽しみなんだ。長かったのか、それとも短かったのかな。え、何が？君と再会してから、あれからたくさんあったよね。それまでは音信不通だったのに。いや、忘れてたわけじゃないんだよ。忘れてたとしてもそれはそれでいいんだよ。どんなに時間が経っていても分かり合えるなら私はそれでいいと思うから。You 久しぶりに会った君はやっぱり昔のままの君だったしね。嬉しかったんだよ。私たくさん会いに来てくれて、こんな私を分かろうとしてくれてありがとう。なんか進んでる話。 You なんか話進んでるっぽいけどエピソードは出てこなかったな。いつものことだけど悪いね、遅くまで付き合ってもらっちゃって。だからそれは僕のセリフだけだよ。いいけどね、もう。ごめん、くどいよね私。ただね、どうしてもいいや。え、何？また今度にする。また今度にする。なんだ、何なんだろう。それじゃあ気をつけて、また会えるの楽しみにしてるよ。あ、うん、今度また電話するから。ありがとう。あの、気が向いたらでいいからね。それじゃあ元気で。よし、じゃあ帰る。これが普通に帰れるのか。7日中に帰れたらいいんだけど帰れないな。帰れないな。広島やっぱ遠いな。広島、ちょっと待って、16時17時14時7時7時金銭面考えても、多分この日に何があるか都合が分かんないんだけど、都合が分かんないけども、はっきり言って都合が分かんないんだったら、こんぐらい思い切ったことした方が、どうせバイトも多分できないだろうから、多分帰った時間が何時でもバイトにはならない。この時間だったらバイトできるかもしれないけど、体力的にバイトって感じでもなさそうだから。で、バイトで稼げる金額考えても絶対こっちだな。じゃあちょっとこれで帰るわ。8日新学期始まってるような気がするんだよな。あ、留守電が入ってる。あの、いや、みゆきさん、最近会ってないけど元気？久しぶりにお話ししようと思ったんです。みゆきさん、12月21日に会ってますよ。前にも何回か電話したんだけど、やっぱり留守電だったの。でも順番的に次名古屋、京都、名古屋で金沢だから。今までは切っちゃってたけれど、今日は入れておきます。また今度電話してね。はいはいはい。あなたの声が聞きたいから。それじゃあまた。あ、でも何にもこう制約がなかったから、もしかしたらこの日に何か予定入れてもよかったのかもしれない。バイトできるのかな。1000円か。3時間働いて1000円か。まあでも、まあちょっと入れとくか。あ、そういう意味では本当にちょっと8日にもう一個入れときゃよかったかもしれない。損した。まあ、いや、ちょっとアスカ、まずアスカのスケジュールを組む。はーい、星野です。あ、もしもし、酒缶ですけど。あ、私アスカちゃんだよ。あ、
そういう意味ではさっきの横浜に戻ってもう一回徘徊した方が良かったかもしれない。まあいいや。ちょうど暇してたんだ。ねえねえ、ちょっと聞いてってば。いや、アスカの話も聞きたいんだけど、先に僕の話を聞いてくれる？うん、いいけど。あの、それでね、今度また横浜に遊びに行こうと思ってるんだけど。え、本当に？それなら一緒に遊ぼうよ。うん、実はアスカに付き合ってもらおうと思って電話したんだ。いつだったら空いてるかな。そうだね、私の暇な日っていうと今度の日曜日とか。いや、2月じゃねえかよ2月じゃねえかよ2月だよ、2月だよ、2月の8日で、14日は絶対に予定を入れないようにしなきゃいけないから、まあいいけど、はい、まあ、いや12時。うん、僕もその日がいいな。じゃあ決まりだねどこに行こうか。場所はアスカに任せるよ。本当？腕が鳴るな。八景島。よし。そうだね。うん、バイバイ。さて、こっからだよな、問題は。久しぶりに切なさ見とくか。いやいや、京都から赤い、京都からして赤い。そう、京都、とりあえず京都は、もしもし、酒缶ですけど。あ、はい、私です、若菜です。お元気そうですね、よかった。それでね、また京都に行こうかと思ってるんだけど、よかったら会えないかな。本当ですか？はい、喜んでお供します。よかった。いつ会ったら空いてるかな。少々お待ちください。それでは今度の土曜日などは。この人たちはもう直で10日ね。土曜日ね、13日ね。うん、僕もその日がいいな。よかった、またお会いできるんですね。うん、楽しみにしてるよ。10日13時東山で。はい、道中お気をつけておいでくださいね。それではごきげんよう。じゃあ次は名古屋。名古屋が次の日の予定入れられるか。ていうか金がないんだって。効率よくちょっと名古屋行きたいな。もしもし、酒缶ですけど。ああ、私、ルリカだよ。タイミングバッチリだね。今ちょうど暇だったんだ。そうなんだ、よかった、電話して。それでね、今度また名古屋の方に遊びに行こうかと思ってるんだ。あ、そうなの？ねえ、だったら会おうよ、せっかくなんだし。うん、それでルリカの都合を聞こうと思ってたんだけど。そう来なくってね。私は今度のね、土曜がいいな。いやいや、無理です日曜がいいな。はあ、日曜、よし。
はい、うん、僕もその日がいいな。オッケー、じゃあこの日に決まりだね。楽しみにしてるからね。僕も楽しみにしてるよ。それじゃあ、え、また東山なの？っていうか違う東山だけど、動植物園、あれこれ初めてな気がすんな。うん、病欠は却下だよ、絶対来てよ。いや病欠まずいだろ、病気になったらやっぱ来ないでって言った方がいいんじゃないか。よくよく考えてみたら。じゃあね。よし、これ金持つのかな。まあいいや、ちょっとついでだから、ついで釣りの、ちょっと待ってスケジュール、15、これ身内に15入ってきてもまあいいかなっていう感じがするよね。逆に言うと15じゃないとちょっとつらいな。もしもし、穂坂ですけど。あ、もしもし、酒館ですけど。あ、はい、みゆきです。元気そうね。まあぼちぼちね。みゆきはどう、受験勉強はかどってる？私もぼちぼちかな。なるほど。それでね、また金沢に行こうかと思ってるんだけど、よかったら会えないかな。そうなんだ。もちろんいいけど、いつこっちに来る予定なの？また決めてないんだけどね。穂坂は何日がいい？私はそうね、今度の日曜日は？いやダメです。土曜日は？そっちに来た。17、17、10時ってきつくねえか。金沢の10時はきついな。まあいいか。本当？じゃあその日は息抜きに付き合ってもらっちゃおうかな。よろしくね。あれ、これも初めてじゃない？なんかあんま見てない、見てない気がするな。あ、やべ、10日京都、どうしよう。でもこれ寝るしかないな。これ寝るしかないな。あ、じゃあ9日か。あれ？え、9日、ちょっと待って。9日ってどういうこと？あれ、ちょっと待って、今スケジュール9日？あれ、9日ってこれってどういう設定だ？ちょっと待って、一回頭を冷やそう。そうか、これまだ冬休みだったな、この日って。そういうことか、冬休み。なるほど、そういうことか。とりあえずバイト行こう。アルバイト、ここからだな。ちょっと待って、京都ですよ。京都って何時間で行くの？でも5時か。大丈夫か。大丈夫だ。寝よう。寝ましょう。ちょっと一回ここはちゃんと休みを取って、回復して、ちょっと出かける時間。もしもし。出かける時間。勘弁してよ、これで1時間経つのちょっと辛いんだけど。ちゃんと
規則正しい生活する。いやお前のせいだよ。不節制はダメだぞ。元気ならいいんだけど。ねえ、たまにはあなたの声聞かせてよ。私だって寂しくなる時もあるんだぞ。間に合うかな京都。あ、また入ってる。え、嘘だろ嘘だろ。ダーリン、エミリー。嘘だろ、電話しときゃよかった。ダーリンでも最近きっとは。これ間に合うのか。寂しいよエミリー。電話の前にずっと座ってダーリンからかかってくるの待ってるのに。マジかよ。あのね、ダーリンの声が。いつ電話かけてきたんだよ。夜中にかけてきたのかよ。君たち大迷惑だよ。ちょっと待って、ちょっと待って。新幹線だったら大丈夫だよね。間に合うよね。まあ13、あ、逆に言うと新幹線以外はどっちにしろアウトだったんだだから大丈夫。新幹線もしくは深夜行くかどっちかだったんだね今選択肢としては。危ね。東山、あれ東山、若菜は、あ、いたいた。してからずっと待ち遠しくて。若菜、やだ私ったら恥ずかしい。この辺にも随分来たな。本当、これなんかエピソードのチャンスか。あなたがたくさん来てくれましたから。あなたと再会できてからいろんなことがありましたね。私とこの高校生活の最後の1年のことを一生忘れないと思います。またあなたに出会えたこと、そしてあなたがあの頃と同じ優しさで私を包んでくれた。ちょっと進んだ感があるねこれは。若菜また私の手を引っ張ってどこかへ連れて行ってくださいね。どこへでもお供しますから。うん、もうお別れしないといけないんですね。あの、本当に楽しかったです。ありがとうございました。若菜、まあまた来るからそんな悲しそうな顔しないで。はい、ごめんなさい。それではどうかお元気で。またお会いできる日を心待ちにしています。11日が名古屋。これをどうこなすかだな。だ本当はこっちでもいいんだよね、ルート的にはね。ここはでものんびりバスで行った方が。でもさ、ついちゃう値段的にはこっちの方が安いしこうかな。この辺の値段が安いんだよな。ついちゃう。いやー、ここでもいいんだけど入れないか。これで寝る。さてなんだっけ、東山動植物園。
まあ、分かってるよ。そんなに待たせちゃった？ううん、そんなことないけど、楽しみにしてたもんだから。そうだったんだ。ちょっと嬉しいな。ここにもよく遊びに来たよね、小学校の頃と最近と両方。私っては何感傷的になってるんだろう。らしくないよね。いや、そんなことはないけど。そう？よかった。実は最近ね、よく昔のことを思い出すの。前からもそういうことは時々あったけど、最近はしょっちゅうなんだ。もう自分でもどうしようもないぐらいに。昔のことって僕がいた頃のこと？そうだよ。ねえ、鬼ごっこしない？なんで？はい、タッチ。あなたが鬼からだからね。ちょっとルリカ。ほら、いきなりずるいぞ。カホとの特訓で足速いんだから、みたいな。ああ、時間切れか。で、次はいつ頃来るの？あの、私ね、最近は他の友達とあんまり遊んでないから、割と時間は。まだ決めてないんだ。なるべく早く来るよ。絶対だよ。嘘だったら怒っちゃうからね。それじゃ、元気でね。本当に気をつけて。うん、大丈夫だよ。それじゃあね。うん、バイ。いや、さて、これで、これはでも普通に帰ればいいか。何がいい？てか、家にちゃんと日にち内に帰った方が。いいよね。日曜だもんね。これで帰って留守電があるかどうか。なかった。で、17金沢があるけど、そう、金もないな。厳しいな。これどうしたらいいんだろう。金ないね。ちょっと一回ちょっと人に会う約束は控えておこう。17のね、金沢で勝てたらやばいから、ちょっとこれは、あ、そっか。あ、留守電が入ってる。もしもし、若菜です。え、若菜って1月10日に会ったばっかやん。どうもお留守なんですね。お元気ですか？だってこのゲームって次のデートの約束にしか電話使わないのに、電話って言われても。私は、いやいや、若菜は少し、もしよろしかったら、せめてお声だけでも聞かせてくださいね。それではこれで失礼いたします。ごきげんよう。ちょっと霧のいいとこまでやっときたいな。ちょっとここでも、これは16日になっちゃったから、この日のデートは無理だから、で、15でしょ。ちょっと金はあるんだけど、金沢だったら、金沢10時でしょ。で、日曜日にもし行くとしたら、ちょっと待って、どっちがいいんだろう。金沢でも、金沢から仙台って、ちょっと待って、金沢から仙台っていうよりは、金沢から
でも青森もきついんだよな。ちょっとやめとこう。次回考えます。はい。頭が回んねえや、これ全然回んないや。ということで、まあ半月ぐらいしか進まなかったね。まあちょっとお金の問題もあるんで、いろいろちょっと計画を立てながら、もう一回北海道まで行く予定を立てていこうかと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよというアイデアがありましたら、ぜひコメントください。また、動画の拡散、 SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。